皆さん、ラジレキを聴いていただき、ありがとうございます。この番組は、歴史を身近に感じてもらいたいと、熱意を込めて話をする、歴史大好き、リートンと、この熱量をリスナーに心地よく届ける、相づちダメ出し、収録編集担当、音の職人、ソッシーとでお送りします。変化の激しいこんな時代に知ってほしい。そんな、思わずシェアしたくなる、 歴史の話をお楽しみください。あの、日本。はい。日本において、あの、2020年に脱半個の号令がかかったことが、ね、あの皆さん記憶にね、ね新しいんじゃないかなって思うんですけど、ね、いや、なかなかすぐにはやっぱりなくならないもんだ,んだなっていうふうに、あの、最近、うんまあ、思った、あの、ことが実はあったんですけど、あの、まあ、ねえ、あの、 リモートワークとかやっぱ考えるともうちょっとやっぱりあの仕事と生活共存しやすいような家にねちょっと引っ越したいなと思って最近ちょっと引っ越しを決めたんですけどあの賃貸役賃貸借契約書を取り交わす時に犯行 何箇所打つんだみたいなめくって打ってめくってシャチアタポン打っての繰り返しで、うん、なんか、ね、控え版と本編ってなんか両方あったりとかなるほどねなかなかまだまだねやっぱそうはすぐにはなくならないなってそれねちょっと僕は意見があって半個、はい、の方が楽じゃない半個の方が楽それ全部にサインするのがめんどくさくない手書きで粗品拾っと。 全部サイン書くよりハンコでポンポンした方が楽っていうのはあると思っていて究極何が問題かっていうとハンコが問題じゃなくて書類が多いってことが問題なんだよね。ハンコじゃなくてそもそも紙の枚数が。あれ僕どちらかというとハンコの方がいいわけよンりハコの確かになんかお荷物届いてポンって押せばいいんだけどそう。 楽なんだけどかだから問題は、うん、いやその犯行いるの、うん、その認証いるのそこにサインしなきゃいけないのっていうことがやっぱり問題、はいうん、だからななんんでそんなに書類が多いの、はい、引っ越ししたら住民票とかなんとか変わるのって行政に1箇所ワンクリックで終わらせろよ。うん っていうのが、そう、問題であって、ハンコっていうのは、まあ、象徴的に捉えられているけれども、やっぱり大切なことは、書類を減らす、ドキュメントを減らす、手続きの数を減らす。これをやっぱりやっていかないといけないということで、ちょっと脇道それちゃったけど、はい、戻って今日は、印鑑の話、ハンコの話をします。パパチチパ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 チ。 いうことなんですけど、まあタイトルにある通り、韓、はいはい、のあのナノ国王の金人に隠された謎を追って、<laughs> もうなんか世界不思議発見のノリだよね <laughs>。<laughs> うん、ちょっとそういう意識でやってみたんですけど、<laughs> はいはい、でも金銀ですよね。あ、金銀だよ。知ってる金銀。金、いや、金ってあれじゃないですか。もうみんな知ってると思うんですけど、あの正方形で、とで金ピ金ピカ金ピで、金キ,キラ金、ね、でもな 金キキキって感じで、まあ、大きさはそんなに大きくないのかもしれないですけどもうなんか日本史をね勉強するともう最初の本に出てくるの、ね、あの金印だよなって、うん、もうあの金印「官の我々国王」って記されていてまあ五十<え>57年今から2000年ぐらい前に中国から日本の人に送られた届、はい、けられた金について、まあ、そして今いろいろと言ってくれて詳しいと。 で多分皆さんも水な、うん、の,の方もイメージわかるよあれだろうと思うんだけれども、うん、はいでもねみんなね大切なことを実は一つ知らないのよ大切なことなんか忘れているかなうん上には何が乗っかってる木の上なんかあれじゃないですかあのハンコを持つ取手取っ手の部分取っ手の部分取っ手だと思ってるでしょあれええ取っ手でしょ ま取っ手ではあるんだけど、取っ手あれなんの形どかわかる、うん。え、取っ手形なんかあ,あったんでしたっけ？それはね、ぜひね皆さん見てほしいんだけれども、うん、これちょっとわかりづらい形になってるんだけど、ヘビな,な、ね<蛇>うんです。ヘビ<蛇>、ヘビ、スネーク。スネーク。ースネークの形をしていて、あのそんな形してたんだ。そんな形してるんですよ。これあのー、パッと見るとわかんない。これをヘビだと。はい 解説されないでヘビだって分かる人は多いいない僕も分からない君の話散々聞いたことある記憶はなんとなくやっぱ皆さんあると思うんですけど<う>あれが取っ手の部分ヘビだって解説受けたことないっすかないです,かな,いすないし、うん、あれ、うん、ヘビだって言われても多分ヘビだって分かんない見ても分からないそうでも取っ手のところが何なのかっていうことで、うん、これをきちんと理解していないっていうことが結構多いわけ、はい、だってい いろんなものにいろんな形があるわけで、はい、とってのところ単、はい、なるつまみじゃないんだっていうことこれはね結構大切なポイントになってくるわけですよどうしてかというとなぜ,か、うん、なぜかというとこの金、はい、日本にだけ送られたわけじゃなくていろんな国、はい、いろんな人たちにこう送られているわけ整理すると中国の,あの皇帝から日本にも送られたけど 日本以外にもってことですねそこにはカメの形が送られているやつはこれで分かりやすいカメの形はカメなの、えー、だし、えーえー、ラクダラクダなのかな<ー>これラクダと言ったらいいのか馬と言ったらいいのかっていうのがよくわかるのではい、はい、これも形見たらあ生き物だって分かるわけ面白いでほかにもヘビが送られてるところもあるわけ <laughs> あ日本以外にそうなの。でもこれなんでじゃあ日本のヘビの形で送ったんだろうとか。うん、そっかヘビ,ヘビ以外も選択肢あったけど日本にヘビが送られた理由理由なんでなんだろうとかね。い,いやちょっと分かんないわけよ僕も知らないよ、うん、知らないんだけれども要はいろんな形があるんだっていうこと、えー、面白い これはやっぱ一つねポイントとして押さえとかなきゃいけないことでやっぱり造形、うん、形、うん、その金色で金ぴかしているっていうところに我々目が向けられがちなんだけれども、うん、これのっかってるとこ実はヘビなんだよいうこと、はあ、これね豆知識として覚えておくと、うんね、みんな知ってるものだからこそちょっとね、うん、あの面白いというかあれ蛇なんだよ、うん さらに、まあ、大きさも、ね、ついだから知っとくといいのかなと思うんだけど、うん、2>, 2 3センチ2 3センチそう一辺がだ結構ちっちゃいのよ、はい、そうですね手のひらの上にちょこんって乗る感じで手のカら,のひらと上にとかもチロルチョコだよ<え>チロルチョコあそうですチロルチョコ,チロ,ルチ,ョコ <laughs> チロルチョコだよもうこんな大きさだチロルチョコに結が チロルチョコに蛇が乗っかって金粉まぶして缶の和の名の国王って作ったら印鑑だよそのいやなんか金印とか和の名の国王って聞くと結構行々しく感じてるんですけどなんかガチャガチャで集めたくなるようなそういう愛着が僕はンコにまいてきましたねだから祖師もね引っ越したあとも祖師崎宏とってハンコ作ってさチロルチョコかなんかでそれで認めにしたらいいじゃん 上にちょっと動物を取ってつけてというふうにしていくとなかなか今ね脱ハンコ脱ハンコとすごく言われているご時世だからこそ僕はなんだろうさっき最初の方にも言った通りハンコをなくすっていうよりかはもっと認証承認をするステップ書類を減らすっていうことにもっときちんと向き合ってハンコを押すところはきちんとハンコを押す起こすっていうこと。 でそのハンコに少しでもやっぱりちょっと贅沢じゃないけどなんかおしゃれに蛇蛇柄とかんかいいですよ集めたくなりましたもんとか何年僕は竜のさなんか作ってそういうふうにしてでらに何だったらもう金印にしちゃうとかっていうことでこれからのね日本のハンコ文化というもの21世紀どんどん変わっていくと思うんですけれどもなんか ハンコはハンコとしてなんかやっていく、うん、残していくっていうスタイルっていうのはいろいろとあるんじゃないのかなと思って、はいうん、この新年の最初の1月にいろいろとあのー、なんか想像膨らませると楽しい気分になるんじゃないかなと思ってこんな話をしました、うん、ハンコは悪役ではなくてなんかもっと本質的な問題があるっていうことですね、うん、まあハンコに対する愛着も湧いたあのエピソードだったかなと思います。ラジオ歴史小話イリートンとソッシュでした